皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。さて皆さん、届いたスニーカー、買って届いたスニーカーってガシガシ履くでしょうか。もうバッチリ履いていきますよという方も、そうでない方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ヤンさんはまあガシガシ履く用と遊びとかで使う用と分けてはいるんですけど、まあヤンさんの話はね置いといて、早速本日ご紹介するスニーカーお出ししていきます。こちらですね、スニーカーやっていきましょう。本日ご紹介するスニーカーはこちら、ナイキスニーカー SB ブレザー、メイソンシルバーコラボ、ダークオブシディアン&メタリックシルバーということでですね、だいたい今テイク5ぐらいですね、名前が長くて言えない、噛み噛みまくりということでですね、まあ何回か撮り直しているんですけど、今回は、プロスケーターのメイソンシルバーという方のですね、コラボのものになります。ヤンさんはもうスケートやってないので、ちょっとね、メイソンシルバーという方はあんまりご存知ないんですけれども、テルプさんがね、出してくれるかなと思うので、テルプさんに任せたいと思います。で、今回の箱は、コラボなんですけれども、スケボとかではなくて紫箱ですね。で、ナイキ SB と入っている箱になっています。では早速ね、スニーカーお出ししていきたいと思います。いきましょう。本日ご紹介するスニーカーはこちら、ナイキスニーカー SB ブレーザー、メイソンシルバーコラボ、ダークオブシディアン&メタリックシルバーということでですね、本日はこちら、ブレザーのミッドの、モデルですね、こちらをご紹介していくんですけれども、同時販売で、抽選で、オフホワイトの緑ですね、やってたんですけれども、こちらは見事にまあ外れまして、こっちは変えたので、こちらね、今日はご紹介していきたいと思います。で、最初も言ったんですけれども、ヤンさんちょっとスケートやってないので、メイソンシルバーという方はすいません、ご存知ではないんですけれども、ちょっとね、やっぱね、このブレザー、結構ね、黒でかっこよかったので、ちょっとすごく興味あったので、買ってしまいました。でですね、今回の、ブレザー、アッパーはすべて革で、構築されているものになります。で、やっぱり特徴的なのは数種ですね、大きめの数種にメタリックシルバーで、すごく派手なというか目立つ感じになっています。あとはこちらですね、はい、両方の足のヒールのところに、はい、チェーンでナイキと書かれているんですけれども、こちらメイソンシルバーさん、メイソンシルバーさん、はい、メイソンシルバーの、直筆になっているようです。でですね、インソールも、今ちょっとテロップさんが写真で出してくれるかなと思うんですけれども、ですね、こちらもメイソンシルバー直筆の自画像になっています。でですね、そちらの、今テロップさんが出してくれていた、メイソンシルバーの自画像、インソールに書かれているものなんですけれども、こちらですね、よいしょ。シュータンの、内側、裏側にも、直筆の自画像が書いてあるものになっています。こちらね、左右同じですね。で、今回ですね、シューレースはワックスシューレースになっていまして、替え紐、こちら黒ついてるんですけれども、はい、白の替え紐もついていましたので、まあね、どっちもワックスシューレースなんですけれども、こちらはね、お好きな方をつけていいんじゃないかなと思います。結構黒で締まってるのもかっこいいかなと思うので、まあ、ヤンさんはこれから買えることはないんですけれども。で、ヤンさんですね、いつもまあ、一度来たら、ちょっと履いて、試し履きをしてってやっているんですけれども、今回ね、ちょっと試し履きはしていないです。うん、ただ、まあ、毎歳でいいのかなとは思うんですけど、やっぱりここですよね。はい。足の裏こうって合わせた感覚では、ちょうどいい感じですね。ちょっとね、先の方が、ちょっと緩くなる可能っていうところではあったんですけれども、まあ、幅とかはね、すごいちょうどいいんで、ぴったりなんじゃないかなと思います。なので、まあ、もし買うことがあれば、毎歳でもいいのかなと思います。ただ、ブレザーは、結構ね、上まで締めると、これが履くのはきついっていう方がいらっしゃることが多いので、多いとかよく聞くので、まあ、この辺はね、個人の、緩め加減というか、で調整していただければなと思っています。ということで本日はこちら。ナイキスニーカー SB、メイソンシルバーコラボ、ダークオブシディアン&メタリックシルバー。本日はこちらをご紹介していきました。はい、ということで本日はこちら。ナイキス
ニーカー SB メイソンシルバーコラボダークオブシディアン&メタリックシルバーということでですね、本日はミット、ブレザーのミットをご紹介していったわけなんですけれども、いやこれねめちゃめちゃかっこいいですよね。でなんか削れてくると下から青が出てくるみたいですね。それがねちょっとかっこよさそうなので、これガシガシ履いてむしろ削っていっちゃう方がいいのかなっていう気もしているんですけれども、まあ、自分で削るよりは自然に削っていこうがかっこいいかななんて思っています。でこちらですね、スニダンの方で、だいたい定価か、ものによっては定価割れかとかで売っていますので、結構ね手に入れやすい服なんじゃないかなと思います。ヤンさんが見た時はスニーカーズにはなかったかなと思うので、まあ、スニダンとかですかね。他のところはちょっと FTC とかはちょっと見てないんですけれども、まあ、あればね、ぜひぜひ買ってみてもいいんじゃないかなと思う一足になっています。ということで本日はこちら。ナイスニーカー SB メイソンシルバーコラボ、ダークオブシディアン&メタリックシルバー、ダークオブシディアン&メタリックシルバー、本日はこちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、さよなら。